この声日記もそうなんだけど最近俺弾き語りの方も1枚画像に声だけ載せるっていう動画の撮り方をしてるんだけど昔十数年前のスティッカムの頃の顔出し動画のを見るとんなんかやっぱり弾いてる状況が思い出に残っていいなと思ってうんじゃあせっかくだからせっかく毎日弾いてるんだしそれを動画に撮ろうと思って。 ただ顔出すのは恥ずかかしいから昔はよくやってたなと思うけどさすがにもう70のじじいは顔出しはちょっとあれなんででもギターを弾いてる状況は動画に残したいなと思ってまあそれをやりやすい状態のこの机の周りのレイアウトちょっと今日変えてみた調子に乗っていろいろ何曲もアップしちゃったけどそうするとまあえ iPad からの距離がちょっと 遠くなるんで、うん、歌声が拾いにくいかなっていうことがあるんだけどまあどっちを取るかがっていうところだねあの音声のボリュームを優先するか、えー、動画の何て言うんかな臨場感を優先するかというところかな。